こんにちは、松潤さん。今回はイップマンについて私もね、お話しさせていただきます。まあ、イップマンまだ全シリーズ見てない方も、私のこのね、ご案内を見るとどういう順番で見れば楽しめるのかってことがよくわかるんではないかなと思います。まずね、まあ、松潤さんが言われていたんですけども、最後ね、奥さんが目を閉じて、あのご主人のね、いわゆるイップマンの牧人の音を聞きたいっていうね、まあ、いわゆるあれが最後の優しさだったんですよね。もともと奥さんって、これ作品見ていれば分かるんですけども、武術をやってるご主人のことを実はね、あんまりよく思わない時期があったんですよ。それはなぜかっていうと、家族のことを置き去りにして自分の弟子とか町の人のために武術をね、すごく教えてるところとか、町の人に頼られて嬉しいんだけども、息子の方に目をかけてくれないところとか、やっぱりね、奥さんとしての立ち位置で、素敵なご主人なんだけども、イップマンはちょっと武術のことをね、やりすぎてるんじゃないかなってことでね、まあ対立が起きるところが、まあ序章に少しだけ書かれてるのはね、やっぱ日本人のお父さんがよくね、町内のためとか会社のためにはやるんだけど、家庭を顧みないところに被ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあそういうふうなね、亭主関白と言ったら、まあ言い過ぎかもしれませんけども、ご主人の世界の中に家族は一部であり、奥さんの中には家族が全てであるというふうなね、この日本人仇の構造っていうのがよく現れてるんじゃないかなと思います。当然ですよね、この当時の中国っていうのは超亭主関白なんで、奥さんが旦那さんにね、何かね、物を言えるわけがないんですけども、作品の中に、あ、いいご主人ねっていう風なね、そして主張がちゃんとできる奥さんねっていうことを投影させるんじゃないかなと思います。まあ、そしてですね、あの牧人の音、最後に奥さんが目を閉じて聞いてるところ、あれ松潤さんがね、なんか朝早く起きるとお母さんが台所でトン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 とリズムよくね、大根を切ってる音とかお味噌汁を作ってる音になんか感じれるんだっていうことを言われてたと思うんですけども、私も同じような気持ちでね、聞いておりました。あの音ってのは非常に心地の良い、まあ日本で言うとね、あのイワシしみる水の音、獅子落としですよね。水滴が流れて竹の棒がね、コーンコーンってなるようなね、まるでお正月の琴の音が聞こえてきそうですけども、あんな感じを思い出すなぁと思っておりました。で、あとね、ちょっと麻雀の話になっちゃいますけども、麻雀も上手な人が4人揃うとリズムよくね、ストン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 って音が流れるんですよね。でも大抵の人は強打してバシーンって打ったりとかね、長考してリズムを止めたりとかするんで、まあいい麻雀っていうのはなかなか音にあられるんじゃないかなっていうふうに教わったことがあります。そしてですね、イップマンの全体の作品のことを申し上げますと、まずは一番最初に見ていただきたいのは、イップマン序章ですよね。つまり、これが全ての始まりだよっていうところで、イップマンが、街にね、なんか道場破りが来るんですよね。プサンっていう、武術の盛んな街に道場破りが来て、みんな師匠たちはやられるんだけども、その道場破りに、まあ、お前は、イップマンっていう本物の武術と戦ってないじゃないかって、ご飯食べてる時にね、その盗賊みたいなのが言われちゃうんですけども、で、じゃあ行くぞって感じでイップマンに戦いを挑むと、まあね、天と地ほどの差があって、イップマンが強すぎるというところがわかるわけですよね。剣に対して素手だったりね、あとなんか毛のついたなんか棒ですよね、車のほら昔昭和の時代にあった車のボンネットとかをこうやって掃除するあの猫の毛みたいなやつね、あれでやられちゃうみたいなところがなかなか面白かったわけですよね。で、最初は反感を抱いていた警官も、もうイップマンすごいなって感じで、師匠ってみんなでね、町中の人が師匠って呼んじゃうみたいなね、ものすごく敬意を集めてる姿が見えるんで、本当にああいうところもね、日本人大好きなところですよね。うん、すごく強い、一番強い人が一番謙虚で町の人から慕われてるみたいなね。で、こういう作品が進んでいくわけなんですけども、途中から、まあ日中戦争のなんか影響が出てきて、日本軍がね、町をもう占拠してしまうっていうところで、裕福だったイップマンも、もうすごく底辺の暮らしにね、追いやられてしまうというところで、本当に泥まみれの生活になっていくというところですよね。そこはやっぱりね、日本人目線からして、あ、こういうふうに見えてるんだなと思うと、いや、そんなことはないんだよ、っていうのね、心の中でいろいろと思うものがありましたね。まあ、あとは作品を見ていただきたいなってことでございます。次はね、サモハンキンポが出てくる、イップマン、波紋っていうパート2ですよね。これはね、ロッキー4、炎の友情とまるで同じ内容と言っていいのか。まあ、完全オマージュだって言ってましたけどね。サモハンキンポと、まあ、いろいろといきさつがあった中で、
まあなんかこうお互いに敬意を捧げ合う仲になると。んで、ここで一つ出てくるのが、サマーン金峰とそのイップマンっていうのが、こう試合をするんですけどね、みんなの前で。引き分けで終わるんですよ。で、引き分けで終わった後で、あとはイップマンがサマーン金峰のお家に行った時に、非公式でもう決着つけようぜってなるんだけども、そこに家族がね、あの息子さんがポンと入ってきた時に、危ないって言って、イップマンがそのサマーン金峰の息子さんをちょっとね、あの決闘の途中で危なかったんで守るんですよね。そしたらお父さんが勢い余って息子さんを傷つけそうになるのをパッと止めるところに感動して、そこからちょっといい感じになっていくってところですよね。でもそうやって友情を確かめ合ったのもつかの間、 あるね武術大会で、エキシビジョンで武術を演武をやっていたら、そのイギリス人のねボクサ このボクサーにね、こうちょっとおちょくられるんですよね。それが許せなくってサマーン金峰が戦いを挑んでいく。そのボクサーがツイスターって言うんですけどね、ツイスター対、ハンシショウ、まあ、つまりサマーン金峰ですよ。ですごくいい戦いをするんですけども、やっぱりお年なのか持久力がないんですよね、カンフーっていうのは。やっぱボクシングっていうのは1時間ぐらい戦い続けるすごいスタミナ、ロングスタミナの試合なんですけども、カンフーっていうのは基本的に1分2分で決着がつくものなんでね、その辺年齢もあってなんかちょっと不利になっていて、最後ははい、ちょっと長く喋りすぎましたけどもね、まあサマーン金峰はやられてしまうんですよね。でそこでやっぱりこうイップマンも奮い立って、まあ、あの次の再試合でねツイスターを、まあ、結局はやっつけてしまうんですけども、そのねやっつけてしまう過程がものすごく感動を呼ぶんですよね。うん、まあそういったところでイップマンはまたね新しい街で、新しい信用を勝ち取って街の人にそうやって称えられ、しかも下したはずのイギリス人たちにも恥をかかせることなくね、うん、これはあの優劣を競うものではないというふうに最後締めくくるのは、まさにロッキー4で最後にね2人の男が戦ったけども、でも100万人が殺し合うよりいいでしょうということでね、うん、やっぱり民族のお互いの民族の尊重を観客にこう伝えていって、観客もみんな感動して立ち上がる、スタンディングオベーションで終わるってところですよね。これがパート2でございます。でパート3はね、マイク・タイソンが出てくるのも見物なんですよ。見物なんですけども、もう一つの見どころっていうのは、そうですね、もう一人の英春拳の格闘、英春拳のプロフェッショナルが出てくるところですよね。これがだから、後にマスター G と言われる外伝になってくるんですけども、これマックス・チャンっていうね、役者さんで、ものすごくね、すごくいい演技するんですよ。で、この継承で、どこが見どころかというと、マックス・チャンは最初、結構闇の勢力、ね、アンダーグラウンドな試合で荒稼ぎしている、まあ、闇のファイターなんですよね。で、もう真っ向金のためにやってるっていう風に、そういう発言もたまに出てきているんですけども、作品の中に。まさに金のためにやってるんですよね。でも反面、すごいね、優しさもあるんですよ。このマックス・チャン扮する、継承者、イップマンではない方の演習権の達人ですけども、彼はね、今父子家庭で暮らしてるんですよ。どういういきさつがあったのかっていうのは今語られてませんけども、一人の息子に慕われながらすごくね強い絆で結ばれて、で息子がねやっぱり師匠って言って自分のお父さんのことを尊敬してるんですよね。ヒーローのように思ってるんですよ。まあ、ですんでだんだんその息子によって自分も英春拳として日の当たる存在になっていきたい、普通の暮らしをしたいっていうふうに憧れる面が作品の中に言葉にはなってないんだけど見え隠れしてるんですよね。で最終的には悪に加担することをまあやめたのか、ほとんどやめたっていう感じですかね。そういった形で縁を切っていってね、最終的にはイップマンとの決闘でラストシーンということになります。でも途中ね、公式の試合ではイップマンに逃げられちゃうんですよね。まあ、イップマンは試合よりも奥さんとの時間を大事にするということで、まあ、不戦勝という形に公にはなるんですけども、そんなのね、本当にこう、このマックス・チャン扮する英春拳のもう一人の達人、彼にとっては、だんだんどうでもいいことになってくるんですよ。本来はみんなの前で叩きのめしたかったっていう気持ちがあった。本当に自分の力を正当に認めさせたかったんだけど、最終的には自分の中の正義感がね、燃え上がってきて、もう誰も見なくていいと。二人だけの決闘でいいんだって形で最後は誰も見てないところでたった二人でね決闘するんですよね。でもそこに肝心な三人の観客がいました。一人は奥さん、もう一人はイップマンの息子と、
マックスちゃんの息子、2人は仲良しで2階からこっそりお互いのお父さんの試合を見てるわけですよね。まあそういった形で非常にねいい作品だったかなと思います。そしてマイク・タイソンに対して言えることは、マイク・タイソンっていうのはマフィアのボスという形で現れるんですよね。でそれに対して影響を受けていたイップマンがもう直談判に行くときに、じゃあパンチで蹴りをつけようぜって形で試合をするんですが、引き分けに終わるんですよね。引き分けに終わってどうなるのかなと思ったら、まあ、実はねマイク・タイソンの家族、娘さんがいらっしゃるんですけども、娘さんの言葉にかぶせるような形でイップマンに対しての敬意を示す場面があったんですけども、これねお気づきの方多いと思います。それはですね、娘さんがねイップマンとマイク・タイソンが戦ってる最中に好きだった風船をなんか離してしまうんですよね。でその決闘している工場と思われるところの天井に引っかかっちゃうんですよ。でイップマンとマイク・タイソンが引き分けだった時に、パパ風船があそこ行っちゃったっていう風に言うんですよ。そうするとマイク・タイソンすごく穏やかな顔でね、イップマンと家族を交互に見ながら、いいじゃないか、見逃してやろうよっていう風に娘さんに言うんですよ。それは取りも直さずイップマンに対しての敬意だと思うんですよ。イップマンは自分の守っている小学校がその不動産王ね、マフィアのボスのマイク・タイソンによって奪われようとしている、いわゆる地上げにあっているっていうところがストーリーの今回の根幹を貫いてるんですけども、まあ、そこでですね、おあいつはなかなかやるなと、まあ、あいつの主張はもう受け取ってやろうか、見逃してやろうかってことで、まあ、イップマンとね、いい関係を築きたいなっていう気持ちをちょっと見せるわけなんですよね。だからこの辺は次の作品に生かしていけるのかなと思ったんですけども、今のところ続編はマイク・タイソンとイップマンを軸にした続編は作られていないかなってところでございます。はい。それでね、4作目は完結というやつで、今のところ Amazon プライムの有料会員でないと見れないと。2500円払わないと、見れないということになってます。もちろんレンタルだと400円、500円のコースがあるのかもしれませんけども、私は何回も見たいんで、2500円で買いましたけどもね、完結編は、イップマンが最終的に死んでしまうというね、癌にかかって死んでしまうところ。これね、思春期の自分の息子と、それからイップマン、老いていくイップマンの二人のね、親子の葛藤を描いているところなんですよね。で、奥さんはすでにもういないわけなんですよ。だから本当に、ここも不死家庭になってしまったということで、マックスちゃん、前作でしたマックスちゃんと同じ環境になってしまうってことが、まあよく見えるなってことですよね。まあそこも実はね、マックスちゃんと境遇を同じくする、一つのね、英春拳ってものの尊さとか、まあキャッチコピーであるんですけども、拳で伝えるのは愛なんだっていうね、メッセージにつながっているのかなと思うんですよね。そしてですね、このパート4ですけども、実は主人公が、ブルース・リーに移りかけているんですよ。ブルース・リーがアメリカでいろんな騒ぎを起こす中で、自分ではなくて自分の弟子のブルース・リーが英春拳をアメリカに広め始めているところに、まあ自分がね、あ、もう自分の意思をこいつに継いでいったんだなっていうふうなことをかみしめながら見ていく。それでラストシーンでね、それがよく現れているところがあるんですけども、まあ、イップマンのお葬式に現れるブルース・リーですけどもね、ここをしっかり噛み締めていただきたいかなと思います。そしてもう一つの主人公、完結編では、太極拳の達人が出てくるんですよ。で、この方ってのは普段は、アメリカのチャイナタウンの武術界のボスとしてですね、ものすごく皆さんをまとめてくださって、基本的には愛情深い家族思いのお父さんです。しかし、それをよく思わないアメリカの憲法界、軍隊、まあこの時は海兵隊っていう名前で出てきてましたけどね、空手を尊重するその海兵隊の注意かなんかの人ですよね。その方が、まあやっぱり中国官府をねバカにするわけですよね。でそこに対してどのように決着をつけていくのかっていうところがまあ見どころなんですけどね、その太極拳の達人とイップマンとの最初の確執、そして和解、それを乗り越えてどのようにイップマンが中国武術をアメリカで認めさせていくのか、そこがまあ見どころなんじゃないかなと思いますね。最初はね、いろいろと反感を買っていたブルース・リーもその師匠の伝えるアメリカに伝える愛によって認められ、それによって、このブルース・リーのね広める英雄拳がアメリカ海軍のカリキュラムにも入るようになったということでしたね。いや本当にすごいなと思いました。ここではね、アメリカ海兵隊の中にイップマンを尊敬する隊員がいるってのも一つの大きなキーになったと思います。
そしてですね、別の作品になりますけども、これでイップマンの作品は終わりではないんですよ。役者を変えてですね、3つの作品を今回は紹介して、今回の長い動画を終わりにさせていただきます。一つはね、最終章というやつです。これはイップマンが、まあちょっと年を取ったあの役者さん出てくるんですけどもね、やっぱりこれもね、なかなかね、面白いですよ。詳細はもうさらに長くなるんで、ちょっとお話できませんけども、イップマンがね、実は2人目の奥さんを持っていたというね、結構ね、イップマンっていうのは、このヒーローものだけ見てるとかっこいいんですけども、女性にはね、すごく縁があった方で、まあ、浮気症だったということもね、語られているみたいです。まあ、そういった面で、イップマンの女性に対する愛情を見てみるのもなかなか面白いかなというところでございますね。で、次がね、私のね、多分一番大好きな作品で、これがマスター G ってやつです。イップマンの第3作継承で、ライバルの正統派イップマン継承者、英春拳継承者として出てきて最後は敗れるんですけども、マックスちゃんですね。マックスちゃんがね、主人公になったスピンオフ作品で、これまたね、すごいんですよ。マックスちゃんが自分の英春拳を金を稼ぐ道具にしていたことを、いろんな場面でね、反省して、そしてそれを打ち明ける友人に打ち明ける場面があってね、その友人っていうのが自分が流れてきたその町で仕事を与えてくれて、自分の住まいまで提供してくれた一生の恩を感じた人なんですけどね、まあ、ちなみにこの人ちょっと名前忘れたんですけども、いろんなカンフー映画に出てきちゃ途中で死ぬ役ばっかりなんですよ。ですごくいい役なんですよね。いつも顔はゴリラみたいなんですけどねそれでこの方はね、このその友人っていうのはやっぱり途中でやられてしまうんですよ。でそれも込みで敵を討つために、最後はイップマンが俺がやらないといけないんだって形で、心配そうに見送る息子さんにね、このグータッチで、旅立っていくんですよね。まあなんかね、親子愛がものすごく反映されてるのと、悪役として出てきたはずのマックスちゃんが武術を通じてイップマンたちとのね、まあ暮らしを通じて正義感を取り戻していく、愛を取り戻していくところがものすごく醍醐味なんですよ。私はこのマスター陣ね、何回も見てしまって、最後のラストシーンね、食卓でいつものような朝食を送るところ、それがだんだんフェードアウトしていくところに、この作品最大の優しさを感じるかなってことです。続編が出ないかなと思ってます。まあ日本ではまだ有名じゃない役者さんなんでね、何とも言えないんですけども、私は熱狂的に大好きですね。そして、3つ目の作品、また役者が違います。これはね、YouTube で今ね、違法アップロードされてるのが見れると思うんですけども、こちらを見ていただきたいんですが、イップマン誕生という作品でございます。結構イップマンの顔に似てるかなって気がするんですけども、このイップマンが実はね、さらにその上の師匠に出会うんですよ。うん、確かね、雑貨屋さんか、お薬屋さんかわかんないですけども、そこでカウンターで、応対をしてくださるご老人がいるんですよね。そのご老人にちょっとからかわれるんですよ。薬を買いに行った時に。その時に、ちょっとしたことで、まあ、小競り合いが始まるんですけどね。手も足も出ないんですよね、イップマンがね。それで、師匠お願いしますって感じで、教わり始めて、またね、自分の剣の力を高めていくってところです。このね、師弟関係もなかなか、イップマンのさらに師匠が、ちょびっと出てくるところが、なかなか、ジャッキー・チェーンを彷彿させていいかなと思います。ちなみにね、松潤さんが言われていた、ヌンチャクですけども、有料版ですけども、イップマン完結編、つまりパート4の作品で出てきます。ものすごく派手ですよ。まあ、ヌンチャク扱うのはね、ブルース・リーなんですけどもね。ということで、長い動画になりましたけども、いかがだったでしょうか。それでは、参考になれば幸いです。また、イップマンについて、しっかりとお話しましょう。